はい、どうも、ハヤトのプロスペースチャンネルのハヤトです。今回もですね、ランク戦の実況をやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。先発投手アニア投手ですね。はい、相手ピッチャーは千賀投手。自分も一時4割打ってましたけど、今はもう2割台に落ち込んでますけど、ここから4割目指して頑張りたいと思います。まあ、その前に3割ですけど。まずはタイガース、一番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。打ちました、取りました、OK です。アウト、ワンアウト。まず先頭バッターを抑えないとちょっと厳しくなってくるんで、とりあえず先頭バッターを抑えてワンアウトで、バッター柳田選手ですね。これは OK です。打球はセンターへ。打順は3番グラシアル。ちょっとヒヤッとしましたけど、この回のアニア2球でアウト、あっという間に2アウトです。アニア投手も配球次第では抑えられるとは思うんですけどね。2アウトランナー1塁、バッターボックスには指名打者の小久保。やはりでもツーシームがあるピッチャーに比べると打たれてしまいますよね。インコース落ちました、いい当たり、高く上がった、まんまん中左中間破っていきました。タイガースピンチになりました。ランナーが帰ってこなかっただけマシですね。まあ、なんとかここを抑えて0点でしのぎたいですね。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。ちょっとこの球シュートをね、低めに、これは取れると思います。ああ、思ったより伸びた、思ったより伸びましたね。ホークスが先制しました。上がりすぎかなと思いましたけど、取った。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。2点は取られましたけど、3点目は、ね、取られずというところで、まあ、まだ何度か持ちこたえたかなというところですけど、千賀投手から2点取れるかというところですね。問題は木浪が打席に入ります。まずは追いつくためにも、とりあえずちょっと木浪選手に出てもらって繋いでいきたいですね。インサイド落ちました、わずかに右に切りました、ファールボール。はい、出ましたね。先頭バッター出ました、タイガース。ノーアウトランナー一塁です。バッターはここからね、1点に結びつけれるかですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ここはフライになっています。打席には3番バッター掛布選手のツーランに期待します。いやー、ゲッツーですね。セカンドうまくさばいて、セカンドホースアウト。あの球を流し打ちできるようになったら、バッターは松田、レフト前に持っていけたら4割打てると思うんですけど。さあ、里崎さん、これ以上離されると厳しいですから。2球目打ちました、大きな打球になった、ライトが追いかけますが頭を越えました。さあ、そして打席には甲斐が入っています。さあ、得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上点はやれませんから、なんとか踏ん張ってしのいでほしいですね。なるほど、そうですね。打った、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。ワンアウト。さあ、そしてランナー二塁というところで今宮選手、ここは打ち取りたいですよ。2点以上はやれないということで、まだまだ分からないと思いますよね。なるほど、そうですよね。これ以上取られたらもう致命傷ですよ。抜けた、セカンドランナー変えれば追加点。今日2度目の角度ゼロ度のセンター前ヒットでしたね。さあ、そして打席には山田が入っています。さあ、いやー、落ちた、落ちた、普通に点取られちゃいましたね。警戒していた相手です。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。なるほど、そういった攻め方をして OK です。なんとか抑えた、2塁アウト。まあ、3点目取られましたけど、この後は抑えましたね。タイガース最後の攻撃になります。3点なら最悪追いつけるかなレベルですね。4点取れるとは思いませんけど。最終回です。インサイド落ちました。これはショートライナー。ギリギリボール球でしたね。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。いや、初球空振りです。変化球、これは胸元へ。ノーボール2ストライクです。引っ張った。今のはどうなんでしょう。一塁そのまま入ってアウト。ギリギリボールですかね、今のも。2アウトランナーありません。この回のタイガース打線ですが、4球で2アウトになっています。まあ、積極的に今のはうまく打てましたけど、ちょっと早かったのかもしれないですね。はい、ですね、ファウルになるってことは。打ちました、詰まりながらもセンターへ。この打球はフライになっています。
外野フライ掴んでアウト。はい、 3-0 で負けました。次戦が投手に対戦するときは打てるようになりたいですね。はい、こんな感じです。6安打3点相手は。で、こっち1安打0点とかで、ではここら辺で終わりたいと思います。では次の動画もご覧ください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。